こんばんは、プライアリーです。今週私からは安田記念の予想動画をお届けします。それでは今週もよろしくお願いします。それではここから予想に行きたいと思います。6月3日東京 1600m 安田記念の予想動画です。まずは近年のレース傾向として馬券が毎年荒れ傾向にあるということで、なんでかなってちょっと私なりに考えてみたんですけれども、近年6、7歳の比較的高齢馬で馬券が決まることが多いからかなという印象を受けました。なので今回軸はキャリア重視でいこうと思います。あとはマイル適正、上がり、持ち時計の3つの柱から、馬券を考えていきたいなと思います。今回本命は9番のレッドフェルクスにしようと思います。前走の高松宮記念では足を余していましたし、2走前はほぼ最高峰から追い込んで1、2着と同タイムの惜しい3着でした。去年の安田記念を見るとマイルも問題なくこなせますし、持ち時計も出走メンバーで1位です。今回はキャリアを重視してこの馬を軸にしたいと思います。対抗は4番のアエロリットです。今回の出走馬のほとんどが後ろから来ると思うので、前半ペースがゆったりしそうです。そうするとアエロリットにとってはかなり有利な展開になるのではないでしょうか。ビクトリアマイルは苦手な渋った馬場で着差 0.1 秒の4着でしたし、中山記念もボブ相手に十分通用していました。上がりという点ではレッドファルクさんにはかなわないので2番で評価としましたが、今回かなり期待しています。紐には悩んだのですが、2番のサトナーレス、11番のリアルスティール、15番サングレーザーと去年優勝したサトナーラジンと同じディープインパクト3区で固めてみようと思います。サトナーレスとサングレーザーはやはり直線でのキレが期待できますし、リアルスティールの去年の安田記念の範囲は折り合いを書いたことだとはっきり分かっているので、その点がクリアできれば構想する可能性は十分にあると思います。今回馬券はこんな感じで決めてみました。本命の単勝と副勝と本命対抗のワイド、あとは本命対抗どっちかが来て、紐がちゃんとくれば当たりとなるように馬単を16点で組みました。はい、ゲートウェイでは五十嵐麗さんやゲートウェイ班の重賞予想動画もお届けしているので、そちらの方もぜひ見てみてください。それでは今週も最後まで見ていただきありがとうございました。少しでも参考になったらチャンネル登録よろしくお願いします。